はい、乾杯。乾杯。こんばんは、ゆうこの部屋が始まりました。今日はいきなり乾杯からスタートということで、はい、よろしくお願いします。今日のゲストは、テーブルコーディネーターっていうか食空間コーディネーターの大木綾子先生にお越しいただきました。実は他にもたくさん資格を持ってらっしゃるので後ほど詳しくお話ししていきたいと思うんですが、ゆうこの部屋恒例のね、まあ、皆さんにどんどん参加してくださいっていう意味で、いつもの通りのお約束をちょっと先に伝えておきますね。はい、番組に、どんどん質問、その他ご意見などを、お受けしてるんですが、画面横にソーシャルストリームっていうのが書いてありますのでそこをクリックしていただいて、ツイッター、ミクシー、フェイスブック、それぞれお持ちのアカウントから入っていただいてご意見を書いていただきますとこちらの方でピックアップして先生に直接質問していきます。どん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 番組に一緒に参加していただくっていうのがこの番組の面白いところなので、はい、ご一緒に行きたいと思います。はい、じゃあ今日もう早速ねこの番組は CM とか全然なくって、はい、私が呼びたい人を見つけたら、はい、もう曜日とか関係なしにじゃあ始めてしまおうという超気まぐれなユーストリーム番組ゆうこの部屋なんですが、本日のゲスト改めてご紹介させていただきます。大木綾子先生です。今日はよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、いきなり乾杯からスタートしたんですけど、今日ね面白いことを言ってるんですけど、先生がハロウィンだから雰囲気出しましょうよと、はい、言っていろいろ小細工するものを持ってきてくださり、じゃあ乾杯しちゃうとかっていう話でね、まあ、どうぞお飲みになってやってください。じゃあ大木先生についてなんですが、これ株式会社になるんですか、会社、個人企業、はい、はい、グラッチア代表の、食空間コーディネーター大木綾子として載ってますが、実はジュニア野菜ソムリエの資格と最近ローフード1級の資格をお取りになられたと、すごいですね。もう食に関することのやっぱりエキスパートみたいに。そうですね、やっぱり食空間なので、はい、やっぱり食べることがメインですよね。ですよね、なのでいろいろと、はい、広げてます。はい、はい、じゃあもう早速本題に入っていきますが、もう前からねすごいお呼びしたくて、はい、どこで呼ぼうかね、どこで呼ぼうかねってずっと考えてたんですけど、まあ、テーブルコーディネートの先生っていうイメージがすごい強くて、うん、やっぱりね食卓きれいにしてたらご飯も美味しく見えるのかなみたいなところだけど、うん、なかなか普段応用できないっていう部分があるんですが、まあこのテーブルコーディネートだけではないという、うん、食空間っていうことなので、うん、なぜこの仕事をね、うん、やっていこうかなと思ったかを教えてください。そうですね、うん、まずルーツは母だと思います。あ、そうなんですか。はい、母がすごく器が大好きで、はい、で小さい時からなんかこう釜出しとかあると連れて行かれて、はいはいはい、でなんとなくこの器がいっぱいあるような環境で、はいはいはい、育ってたような気がします。あら、羨ましい。でなのでいつの間にか私も器がすごく大好きになりまして、はい、でどこ行ってもまず行くところは食器屋さんだったんですね、なのでいろんなところの、食器を買い集めて、でコレクションして、はい、それも、まあ、眺めたり作ったりするのがすごく趣味だったんですね、はい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 、だったんですけど、うん、もういつかこの食器を皆さんにご披露というか、うん、この食器を使ってお家でなんかサロンみたいにできればいいなってすごく思っていて、はい、だったんですけど、それが子供が生まれて、うん、はい、なのでもう今18歳になりますので、はいはい、子供が生まれてちょっとしてから私のおばが、はい、東京にテーブルコーディネートの勉強しに行きたいから一緒についてってほしいって言われて、はい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 、でついていくことになったんですね、はいはいはい、でも自分で勉強しようと思ってなかったんですけど、うんうんうん、ついていって、はい、でそれからそうですね1年以上勉強して、うん、戻ってきて、うん、でみんなになんとなくこう勉強してるのよっていう話をしてたら、うん、はい、いつの間にか仕事が来ました。素晴らしい。でいつの間にか仕事になりました。あ、でもう十何年になります。すごいですね、はい、仕事は那覇に来てから始めようと思ったんですか。あ、
そうです、長に来てというか、はい、もう以前はね東京、はい、ずっと東京に長く住んでたんですけど、はい、戻ってきて帰ってきて、はい、もう何年か経って子供も生まれて、うん、子供が3歳ぐらいの時でしたかね、じゃあのでお子さんはこっちに帰ってきてから生まれたんですか。そうです、はい、そうなんだ、うん、そこそこ、じゃあそれから、うん、それからですね。もともとね、はい、スチュワーデスさんだったんですけど、器が好きでと、はい、そこからのご縁でっていうので、そうですね、やっぱりそういう風に行くようになってたんですかね。偶然ではなくて必然かもしれませんね。素晴らしい。で前になんかあの、うん、ちょこっと聞いたんですけど、はい、まあテーブルコーディネートとはっていう部分がすごく重要なのよってお話をしてくださってたんですけど、もうその辺も教えていただいていいですか。うん、はい、テーブルコーディネートって言ったらどんなイメージが湧きますか。テーブルコーディネートって言ったらパッと聞いた感じ、綺麗に並んでるとか、うん、あの美味しそうに見えるとか、うん、そうです ね、うん、やっぱりあのコーディネートは演出するってことなので、はい、少しテーブルの上をおしゃれにする、うんうん、そんな感じなんですけど、うん、でも何のためにやるかっていうと、うん、やっぱりそこに集まるみんなが美味しく食べるため、うん、楽しく会話するため、うん、なのでテーブルはあくまでも脇役で、うん、みんながハッピーになるように、あのみんなでこう楽しくするためにテーブルはコーディネートするものなので、うん、あのただ飾り立てるんじゃなくて、ただ素敵にするんじゃなくて、うん、こう見て、うん、食べて話して、うん、みんながなんだろう癒しの空間だったり、はい、もっと長くいたいなっていうか、もっと話していたいなって、うん、もっと美味しく食べたいなっていう場所作りをするのがコーディネートだと思います。はい、多分、ね、その辺は勘違いしてる人いっぱいいると思うんですけど、綺麗に並べ立てるのがコーディネートだと思ってる人もいっぱいいると思うんですよ。だからね、普通の食卓でやろうかなと思っても、はい、まあ、せいぜいランチョンマット引くとか、うんうん、そのぐらいだったりとか。でもそれで十分だと思います。あ、本当ですか。うん、ランチョンマット1枚で十分で、あの、はい、1枚あるのとないのでは全然違いますから。なんかその選び方のポイントとか、うん、そういうのもあるんですか。うん、選び方っていうかテーマを決めるといいと思うんですね。なのでなんとなく、うん、あるものなんとなくではなくて、うんうん、まあお誕生日とかお正月とかクリスマスって大きいテーマがあればいいんですけど、うん、そうじゃなくてもちょっとしたことで、今日は例えば息子さんがサッカーの試合で帰ってきて、はい、お疲れ様会をしたいなっていう時には、うん、息子さんに何を食べたいって、うん、息子さんが好きな色があれば、うん、その色をちょっとマットにするとか、はいはいはい、何かしらその彼のためのテーブルを作るとか、うん、あ、そういうことでいいの。そういうのも楽しいと思います。あ、すごい、うん、じゃあなんかそのテーマをね決めると分かりやすいっていうことで、うん、はい、そうですね、いくつか今日作品を、うん、お写真送ってもらったんですけど、はい、写真出せますか。うん、あ、出ました。うん、あ、これはハロウィンですね。はい、ちょっと前のやつなんですけど、すごい素敵。あの、ま、ちょうど今10月に入って、はい、10月の30日ですか、うんうん、ハロウィンがやってくるので、はい、せっかくなので、うん、なんかねハロウィンでも何でもいいんですけど、テーマがあれば、うん、それに沿ってなんかテーブルもすごく締まってくるし、ですね、集うみんなも楽しいですよね。ですよね。なので今これグラタンですかね、はい、あのかぼちゃのグラタンとか、ハロウィンといえばかぼちゃって感じなんですけど、うんうん、何かこう一つテーマを持って、あのみんなで集う、そういう機会を作るっていうのはすごく楽しいことだと思います。ですよね。今日もね、はい、ちょこっとあのこの喋ってるテーブルに、うん、ハロウィングッズが置かれるだけで妙にハロウィンっぽく。あ、そうですよね。少し、はい、私もゆうこさんの耳も可愛いしつけていただき、はい、年がいにもなく今日は可愛くみたいな、うん、でもねこういうちょっとした工夫でだいぶ変わりますもんね。うん、そうですね、はい、すごい。これもハロウィンで、うん、ハロウィンのテーブル、ね、あ、なんか大人のハロウィンって感じですね。そうですね。でハロウィンっていうと、うん、あのテーマカラーって何色だと思います。オレンジとか黒とか、ね、そうですね、とか紫とか、うん、はい、なのでやっぱコーディネートする時の色ってすごく大事なんですね。だからこのテーマカラーになってるような色をこうちょっとテーブルに使っていただくと、うん、より表現しやすくてハロウィンっぽくなりますよね。ですよね。ですので黒とオレンジを使ってますけど、うん、はい、はい、あ、
すごい。これお料理も、あ、これは、ゆで卵ですけど、ちょっと怖いですね、グロッキーな感じですけど、はいはい、目玉みたいにしてます。すごい。オリーブを置いてケチャップでこう、あのちょっとあのね、本当にちょっとしたことなんですけど、そうですよね、グロテスクですけど楽しいですよね。ですよね、目玉っぽく。へえ、ハロウィンって ね、言うだけでもいっぱいありますね、うん、すごい。これもハロウィン、うん、そうですね。もう本当にこれはオレンジで白いお皿があれば、うん、あとナプキン、うんうんうん、いろんなあのこのハロウィン用の出ますよね、はい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 、その時期になると、うんうん、そういうのが一枚あればもうそれだけでハロウィンになるので、すごいおしゃれ、うん、なので本当にさっきおっしゃってたように、うん、ランチョンマント1枚で全然雰囲気が変わる、うん、はい、じゃあいろんな色の持っておくと結構いいですね。何枚かやっぱり、はい、かわいい。これ先生作ったの？え、そうですね、これもあのちっちゃいケーキを作って、うん、で少しこうハロウィンのシールとかくっつけるとハロウィンっぽくなるので、まあ、ちょっとしたことですけど、すごい、うん、これもですか？これは、ハロウィンではなくて秋のテーブルの時の和菓子ですね、うん、柿だ、あ、柿のね、お菓子ですね、うん、美味しそう、はい、ですね。これは妹が和菓子を作っているので、素晴らしい、はい、これは手作りで作ってもらってますけど、あの、はあ、これですね。でこれは一応秋のテーブルに合わせての最後のデザートで、うんうん、果物と、うん、奥にあるのは多分なんか果物と あんみつみたいに作ったと思いますけど、はいはいはい、3種類こう並べるだけでも盛り付けの仕方でもやっぱり全然見た目が変わってくるので、うん、はい、いや、こういうのの盛り付けとかのお勉強とかもされたんですか？あ、一応も簡単なところではやってますし、基本になるこのやり方みたいなものは一応あるんですけど、うん、あとは数を重ねることが一番何よりも上達する、うん、近道かなっていつも思います。じゃあ、あと美味しいものもいっぱい食べてた方がいい。そうですねそこ、これもおしゃれ、うん、これも本当にあの、うん、ナプキンと上に菊のお花をちょこっと乗せてるだけですけど、うん、はいはいはい、秋の感じがしますよね。しますよね、はい、たったのこれだけなんですけどね、ちょっと本当にこれだけなんですけど、すごい。であとカードをね、うん、お客様にカード1枚、はい、お名前を書いたりとか、うん、ウェルカムとかテンキューとかっていう、はいはい、カードがあるだけで、うん、とってもなんかおしゃれな感じ、ね、はい、見た目もおしゃれですし、うん、招かれたお客様がとってもあの、うん、なんだろう、うん、おもてなししていただいてるっていう、うん、分かります、それすごく特別感があって、うん、はいはいはい、嬉しいので、はい、ぜひこうカードをあの作って、うん、カードもね簡単にあの作れるので、え、自分で作るんですか？これもあれパンチで穴開けてるだけですけど、すごい、うん、あ、これ葉っぱ描いてあるんじゃなくて穴が開いてるんですね、穴が開いてるだけです。すごいおしゃれ、うん、ちょっとした工夫なんですけど、ね、本当にあの簡単なことですけど、ちょっとひと手間ですね。であまりたくさんやりすぎると、うん、あのやる方も大変ですけど、うん、お客様も窮屈になっちゃうので、うん、ちょこっとだけあの楽しんでいただく、で何よりも自分が楽しむってことですね、私自身がやっぱそれポイントですよね。ああ本当に、はい、あ、いやいやだとね、楽しさも伝わってこないし、うん、でもすごいすごい、こんな本当にこんなちょっとしたことが他にもまだあるのかな、うん、あ、出てきた、これは、あ、これも秋ですね、これが先ほどの秋のテーブルの全体ですね、うん、やっぱりテーブルクロスから変えることっていうのもかなり雰囲気変わりますね、うん、あ、全然違いますね、はい、テーブルクロスの色を変えるだけで全く、はい、あの雰囲気が変わるので、へー、じゃあゆこさんはテーブルクロス使いますか？今はね、あの、うん、なんだろう、結婚した当初使ってたんですけど、うん、子供がちっちゃい時に端に捕まって引っ張るっていうのがあったんで、だいたいちっちゃいお子さんですよね、それからテーブルクロスは使わない派になってしまったんですけ ど、うん、ど、テーブルクロスね、うん、正直汚れて洗って、はいはい、アイロンして、めんどくさいですよね、めんどくさいですよねそうそうそうなので、まあ、ランチョンマット1枚で十分だと思います。今なんかこう、うん、あのテーブルの真ん中にこう飾りみたいにこうガーって、うん、テーブルランナーですね、ランナーとか、あれもおしゃれですよね。そうですね、でもなんかうちのテーブルは物置とかしているので、うん
いや、わかります。いやね、はい、私がパソコン広げるのがいけないんだと思うんですけど、新聞がね重なって、そうそう、みんな帰ってくるとあそこにカバン置きみたいになってたりとか、で全員がそこで食事を揃ってすることがまずないので、どっか1個か2個空いてれば済んでしまうっていう、ダメですね大人の生活は。でもだんだんそうなってきますよ ね、 皆さんそれぞれ時間帯が違いますよね。そうなんですよ、食べる時間がみんな違うんで、なのでそうですね、でも週に1回例えば日曜日とか、この日だけは一緒に食べようねっていう時間があると本当はいいです ね、せいぜい食べるのが、私と息子が一緒に朝食を食べるぐらいで、娘は食べない、で夜はみんな帰ってきたもん順に食事をしてくるので、もう好きかって、いつかやりたいとか思いながら、こう、あのほらあるじゃないですか、あのなんだっけ、インテリアのお店とか行くと、こうおしゃれなの見るたんびに、あ、こんなんやってみたい、こんなんやってみたいっていう気持ちはあるんですけど、ついつい忙しさにかまけ、そうですね、いっかみたいな、いやでもすごくあの、大変なことではなくて、ちょっとしたことちょっとしたことでいいと思うんですね、なので、あの真ん中にちょっとお花を一輪いけるとか、ね、そんな程度でも全然変わりますので、こうやってやってみます。なんかできそうな気がしてきた、はい、もう今ちっちゃい子がいないから、逆にちっちゃい子がいても楽しいんですけど、大人だけのテーブルもすごく素敵なの で、 ですよ、ね、はい、ぜひあの夜の乾杯のテーブル、ワインとかね、これから美味しくなりますよね、私あんまり飲めないんですけど。そうなんですか。飲めそうだって言われるんですけど、本当すごい飲みそうなんですけど飲めない、1杯ぐらいでも私と一緒ですね。あ、そうですか。全然飲めないです。飲めそうですけどってよく言われるんですけど、最近ちょっとずつちょっとずつ飲む量が増えてきてるんですけど、全くに近いぐらい、本当すぐ眠くなっちゃった。居酒屋さん行って飲んで、ちょっとすると少し寝てるみたいな、で帰る頃起きてみたいな。あ、でも気持ちよく寝れればいいんじゃないですか。でもね、恥ずかしいですよね、どこでもかしこでも寝ちゃうのでちょっとおしゃれなあれしたいなって思う、ぜひぜひ、じゃあこういうコーディネートとか、まあもちろんご自分で編み出すっていうのもあると思うんですけど、ああいう盛り付けであったりとか、よく行くレストランとかあるんですか。こういうところがすごい参考になるとか。そうですね、いろんなところにやっぱり新しくできたお店ですとか、あとはここ美味しいよって聞いたら必ず行ってますね。本当ですか。はい、なので それがいけないんですけど、いや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 、はい、テーマダイエットですかね。はい、ダイエットなんですけど食べることもすごく好きですし、でもやっぱり勉強になるの で、 ですよね、いろんなところに行って食べてお勉強してます、はい、そっか。例えば新しいレストランができますって言って、はい、そういうの の、 このセッティングの監修みたいなお仕事って何件かやってますね。はい、だって聞かないと分かんないですもんね。そうですね、はい、あとは、マナー的なこととか、講習会をしたりとか、いろんなことしてます。なんかね、私たちが、あの高校生の頃とか、高校卒業すると、家庭科の授業で、女子はホテルに連れてってくれて、ありましたね、はい、今ってないんですかね。今は、いや、あると思います。全員行けるかどうかはちょっとわからないですけど、ホテルで、ね、なんかこう端から使ってくんだよとかっていうの学ぶじゃないですか。そうですね、はい、そういうのもやっぱあるのかな。あ、はい、あると思います、まあ、学校にもよると思いますし、お嬢さんありました。うちの娘の時はないですね。ないですよね、はい、うちの子もない、聞かないので、なんかこの子大丈夫って思うこといっぱいあるんですけど、左利きなので、なんか変なことやってますけど、あるんだろうな、いろいろとか、でもね、そういうこともやっぱり知ってた方がいいですよね。ですよね、学ばないといけない。どこ行ってもやっぱりとりあえず恥ずかしくないようにっていうか、最低限のマナーとルールをね、はい、私よく結婚式に、あの、まあたまたまなんですけど、専門学校で講師してる時に、マナーの先生がご一緒だったんですけど、その講師の先生の結婚式の時お隣だったんですよ。食べながら、はい、先生次どれとか聞きながらこうやって、あのお箸とお、和食だったんですね、お箸とお吸い物を一緒に持ってこうやって食べるのはどうなのとか、これはダメよとか言われて、難しいですね。そう、教えていただいてありがたいんですけど、全然食べた気しなかったですね。もうこうしなきゃ足だけみたいなことを言いながらやったんで、
ったなと思って。そうですね、でもやっぱり美味しく食べなきゃいけないので、うん、そうですよ ね、 そうですね、いろいろ考えてるとね、分かんなくなっちゃう。マナーは大事なんですけど、うん、それにとらわれすぎてもいけないなってすごく思うんですね。だから本当は一番身についてそれが自然に出てくるのが一番理想かなとは思いますけど、うん、あ、そういうことか。でこれ今お野菜の方も一生懸命課題入れてらっしゃるじゃないですか、うん、そうです。はい、というか、まあ、あのテーブルがメインなんですけども、うんうん、あのそれに合わせて、うん、ちょっと簡単なクッキングレッスンみたいなのもやってるので、はい、で、まあ、野菜、沖縄の野菜を特に使って、うんうんうん、あの野菜ジュニア野菜ソムリエですね。あの野菜最近流行ってますけど、うんうん、ジュニア野菜ソムリエ、野菜ソムリエ、それからシニア野菜ソムリエって3段階あるんですね。その私はジュニア野菜ソムリエです。どうで、うん、ソムリエになるのにどんな勉強するんですか。ソムリエになる、ジュニア野菜ソムリエは大体もうあの受けると3日間講習があって、はい、で、ちょっと後に試験があるんですね、うんうん、で、そうですね、大体8割9割ぐらいの方は受かると思います。で、あの野菜の産地がどこだって、うん、時期がいつでどんな風に食べたらいいかとか、うん、まあ、いろんな、これだけじゃないですよ、うん、いろんなあの切り方とか、あとは何があるかな切り方もあるんだ、はい、なんかあのんな、はい、お酒のソムリエみたいに、はい、うん、うん、食べてこれは何とかそういうのではなくて、それはないんですけど、でも食べ比べ、はいはいはい、例えばトマトにもいろんな種類があるじゃないですか、はい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 、なので僕食べ比べはしたりはします。当てっこはないですけどね当てっこ面白いね、メズブっていう、うん、これはなんとか、そこまでできたらすごいなと思います、ね、へえ、はい、じゃあその野菜の美味しい食べ方っていうのも教えていただけるっていう、そうですね、うん、はい、すごいですね、私もなろうかな、ソムリエ、うん、あ、ぜひぜひ、ね、あのいいきっかけになると思います。ですよね、なんかいいかもしれない。この先食べることの何かに関わっておくのはと思ったりとか。はい、やっぱり、ね、うん、ずっと食べて生きていかなきゃいけないじゃないですか。はい、なのでよりいいものを健康的に食べられたらいいなっていうことで、うん、私も野菜、はい、のお勉強をして、あと最近ローフードもね、あのやってますけど、うんうん、ローフードっていうのはスムージーしか知らないんですけど、はい、ローフードのローは生っていう意味なので、うん、一応48度以下で調理されたもの、うん、なのでほとんどまあ熱は加えないで、ですよね、はい、ほぼ生みたいな、で酵素なんですね、はい、結局そこがポイントか、ポイントは酵素、なのでなんかハリウッドのセレブとかその辺からなんかすごく流行してるっていうかなんですけど、 でもすごくいいなと思います。 100% ローフーディストは無理ですけど、うんうんうん、でもあの生活の中の一部に取り入れる分にはすごくおすすめだと思います。なんかこう今の時期だと何が美味しいです、野菜、野菜ですか、うん、今秋なので、うん、いろんなの出てますね。キノコ類もそうですね、うん、キノコとかお芋類とか、うんうん、さつまいもは秋ですか。はい、お芋は秋ですね、うん、かぼちゃはね本当はなんかハロウィンで秋っぽいんですけど、うん、夏野菜なんですよね、うん、あ、そうなんだね、うん、あ、でもそうですよね、夏出てきますもんね。そうですね、だけど今美味しいですよね、お芋類とか、うん、あと何、果物もいろいろありますね、うん、果物ね、柿とかね、実りの秋ですからね。私は栗が大好きなので。本当ですか。はい、栗とかイチジクも美味しいですね。あ、ね、この間見ました。イチジクいいって言いますよね、はい、女性ホルモン、うん、そうそう、なんかね、うん、女性ホルモンに近い成分なんですって。うん、あと、あの大豆のイソフラボンがいいって、うん、で, ね、でも日本人はイソフラボンは 70% あんまり効果が出ないっていう、うん、あっていう話を聞いて、うん、え、じゃあ一生懸命大豆を取っていたのにみたいな話をこの間豆乳一生懸命飲んでるんですけど、ね、そうそうそう、そしたらあの、うん、日本人は 70% はあんまり意味がない、うん、そういったイチジクとかザクロとか、うん、あの辺がいいですよっていう話を聞いて、うん、へえみたいな、いろいろありますよ、うん、で, す、ね、でもザクロもイチジクもそうそう手に入る、うん、ものではないですよね、うん、そうですね、でもよく庭先で見かけますよね。ですか、ザクロ、はい、沖縄で、はい、そう、うん、見たことないザクロって赤い実のやつですよね。そうですね、
一軸はね、なんか今日の朝ね、うん、NHK でやってましたよ、中華料理の何と合うっつってたっけな、うん、なんかと一軸はとっても相性がいいんだって言って、セロリだったかな、あ、見てないからわかんないですけど、なんかやってました、あ、一軸とか思って、一軸にだけあの気がいったんでなんか覚えてない、一軸美味しいですよね、あんまり好きじゃないんですけど、なかなか、あ、そうですか、はい、美味しいです、ね、大好きです、で、うん、よく一軸の干したものを、お腹が空いたらおやつに食べてます、あのドライフルーツっていうのはどうなんですか、あ、いいですよ、ドライも、ドライもいい、結局、あ、でもドライだからって水に戻したら、あ、ではなくて、はい、乾燥させたものってことですね、はい、今ほら結構野菜チップスとかいっぱい売ってるじゃないですか、じゃあ普通になんかこうお菓子つまむんだったら、まあいいと思いますけど、結構物によっては甘くて美味しいのもあったりするんですけど、お芋の味が生きてるとか、先生のおすすめないの、これは美味しいから食べてごらんみたいな、こう急に振られると何がいいかしらびっくりみたいな、美味しいもの、美味しいもの、例えば、ドライフルーツだったらどこに売ってるのが美味しいよとか、ですね、私がドライフルーツを買っているのは、中城にある LMPM さんっていって、やっぱりローフード系のちょっと ベジタリアン系のお店なんですけど、そこで売ってるドライフルーツはすごく美味しくて、他のが食べられなくなっちゃいました。中城のどこにあるんですか。北中の、北中の高速降りて、戸口向けに、で今度右に曲がると合わせ向けですね、で降りていく風にこう右に曲がってすぐのところにパンダ、あ、ありますね、はいはいはい、そのお隣ぐらいだったと思います。行ってみよう、ぜひ、あのそこは美味しいスムージーもいっぱいあります。へ、はい、スムージーってこうじゃミックスされて売ってるんですか。その場で、その場で作ってくれる、すごい。スムージーも一時凝って、毎朝やってたんですけど、家族みんなで飲むと果物代がバカにならないので、確かにそれは言えてます、あのいつ頃やってたかな、夏前、なんか果物が豊富な時期は一生懸命やってたんですけど、だんだん高くなってくるんで、気づくとバナナとキウイとみたいな世界で、はい、いいと思います、今もバナナがいっぱいあるんでまたやろうと思ってるんですけど、バナナとね、私はよくやってるのはバナナと豆乳と、あとは、キャロブ、何ですかキャロブって言って、あの稲田豆ってお豆らしいんですけど、粉で、本当にチョコレートの味がするんです。粉があるんですか。粉があるんですけど、健康食品店で売ってます。キャロブ、キャロブっていう、それ入れて、イタリアのお豆の粉、入れると、あのすごい栄養価も高くて、でもチョコレートほどこうカロリーもないので、チョコバナナ豆乳ジュースみたいなのですか。そう、もうとてもいけます。最高です、最高です、ぜひやってみてください。ちょっと書いていいですか、キャロブ、キャロブ、でね、キャロブにデーツって聞いたことあります。あ、ベーツって赤いやつ、デーツ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 、わかんない、夏目ヤシの実なんですけど、夏目ヤシって食べたことあります。ないです。甘いんですね。へー、夏目ヤシの実を、デーツもあるんですけど、それも同じところで、さっき言ったところで売ってるんですね。あ、この北中で、それを入れるとちょっとまた甘くなって、キャロブとデーツ、入れて作ってみてください。わ、かりました。スムージー、おすすめ。へー、ハマっています、はい、それは。ちょっと見てる方あれした方がいいでしょう、アーカイブでね、しっかりね、キャロブとデーツを入れるとちょっと甘くなって美味しいよっていう、まあスムージーもね、いろんな飲み方があると思うんですけど、私が一生懸命やってたのは、あのグリーンを1個入れるってやつをやって、まあ、いろんなことやりました。パセリ入れたり、大葉入れたりとか、あるものいろいろ入れて、そっかそっか、スタンダードなところではリンゴと小松菜と、人参、ちょっとシークワーサー一絞りみたいな、シークワーサー以外はある今思いながら、冷蔵庫の中でレモンでもいいですし、レモンでね、あ、やってみよう、やってみてください。明日の朝はスムージーだ。小松菜って意外と癖がないですよね。そうですね、飲みやすかったです。飲みやすいですよね、だから
ほうれん草だと苦くなったりとかする時、アクが強いからですかね、お野菜によってまたすごく ね味が出たりするんで、今度ぜひぜひやってみる。そうバナナ、私も1年ぐらいは続いてます毎朝。あれですか、うん、だから結構なんか習慣化させると、うん、先生娘がすごい冷たくて、ほらああいうの大好きなんですよ、うん、健康にいいやつとか、うん、でこれね作ったから飲んでって渡したら、うん、さこれ3日続くかねみたいな言い方されたでしょムカつくとか思って、うん、でも果物なんかたくさん買い込んできてたんで、うん、あのなんだっけ3ヶ月続きました。あーすごいすごいね、うん、でも結局もう無理とか思って、うん、そうですね、結構果物代高いですもんね。でもその前私ジューサーでこうやってやる、人参ジュース、はい、人参とリンゴをジューサーでこうやって絞るっていうのをやってた時期があるんで、それから思えばみたいな、あれは本当に厳しいですね。こんだけケアできない人参1本で、そうですね、うん、本当にでリンゴ入れてもちょっとかすますぐらい、それは娘が飲んじゃうでしょガッて、うん、ちょっとずつみたいないやでも娘さんのちゃんと栄養になってるから、ね、あの人大好きなんです、うん、そういうなんか、うん、ちょっとこれは苦くてまずいよっていうのも、うん、美味しい美味しいって食べてくれるんで、うん、すごいね、うん、うちなんか全然みんな飲まなかったですよ最初は。本当ですか。家族は全然相手にしてくれなかったんですけど、でもだんだん飲んでいくうちに、うん、だんだんの飲んでくれるようになりました。でもね体にいいっていうか、うん、便通が良くなるとか、そうですね、なんとなくやっぱり体が欲してくるんじゃないですか、ですよね、うん、果物ね。でもあんなやらないと果物ってめった食べないから、うん、あのなんかうちの家系があんまり果物を食べるうちじゃなかったんで、はい、せいぜいみかんとか、うん、その季節になるとリンゴとか、うん、柿の時期は柿とか、うん、そのぐらいで、あとあんまりで夏、あの元々内地出身なんで、うん、秋の運動会が一番果物豊富で、うん、普段食べれないようなみかんとかが、うん、早く出てくるみかんとかが食べれるんですけど、うん、なぜ酸っぱくて食べれないみたいな全然果物食べなかったですね。で野菜の方がまだたくさんいろんなものを食べてましたけど、まあでもこっち来てヘチマがね食べるっていうのは一番びっくりで、そうです ね皆さんびっくりされますよね。びっくりですね、うん、あれは赤すりしかみんなイメージないっておっしゃるから、そうそうそう、でも、うん、あのもっとちっちゃいからね、うん、あの向こうのヘチマってこんな大きいじゃないですか、うん、ね、あの乾燥させてスポンジにしてみたいなイメージだったんですけど、うん、食べるっていうかヘチマもね生で食べたことあります？ない。生で食べても美味しいですよ、皮を置いて、生で。癖がないですか？いやそんな癖もないし、うん、なので私ローフードを始めてから、うん、結構生でいろんなもの食べてるんですけど、オクラも生で、生で輪切りにして、で最近はねよく醤油麹と混ぜて、醤油麹、うん、塩麹じゃなくて、塩麹じゃなくて醤油麹でちょっとも あえて、うん、ちょっと置いておくとしっかりこう味が染みて、へ、うん、そうすると酵素も残ってますよね、はいはいはい、だから簡単だし何よりも醤油麹、うん、醤油麹というのがあるんですね。醤油麹は、はいはい、おすすめです。おすすめですか、はい、最近やっとやっと塩麹が使える人になったの、はい、塩麹もいいですけど ね醤油麹って売ってんですか、うん、あ売ってますよ、自分でも作れるし、自分でも作れるんですか、え、ちなみにどうやって、お醤油と麹を混ぜればいいだけです。あ本当ですか。塩も塩と麹を入れるだけですね、うん、じゃあちょっとやってみようかな、うん、私できないんでちょっとうちの食卓係にお願いしよう、はい、と、いいですね、食卓係が、そうなんかねうち充実してるんですよ、こうあの作るの大好きな方からこうちょっとずつちょっとずつお裾分けしていただいて、本当幸せですよね、うん、手作り物で溢れてて、私は何もやりませんっていうテーブルのコーディネートからなぜか食のコーディネートのお話ばっかりになっちゃったんですけど、テーブルコーディネートっていうかね、こういうのをいろいろやってて、まあ今までで一番あやってよかったって思うことってあります？そうですね、もともと好きでやってたんですけど、うん、好きで器が好きで、はい、あと人が集まることがすごく好きで、結構お友達とこうワイワイするのも好きで、はい、そういうところから原点はそこにあると思うんですけど、うんうんうん、でこれが仕事になりまして、はい、仕事になると意外ともうお客様はあんまりお呼びできなくなるぐらい、なんかもう土日も結構、ね、忙しくなっているので、うん、なんですけど、うん、
あの仕事にしてよかったのはたくさんの方との出会い。あ、やっぱり、うん、やっぱり広がりましたね。この仕事をしてなかったら多分、うん、お会いしなかった方々たくさんいらっしゃると思うんですけど、うんうん、たくさんの方との出会いが何よりも宝物です。素晴らしいですねそっかそっか。でもそれは言えてますよね、うんうん、本当です。ずっとあのじゃあ仕事にするまでは専業主婦、うん、いえそうでもないですね。もともと CA だったんですけど、はいはい、それ辞めて、うん、で沖縄戻ってきて、うん、でそれからしばらくあのマナー講師やってたんですけど。そうなんですか、はい、専門学校とか、はい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 、あとは企業に出向いてっていう感じでやってました。それが何年ぐらいでしょうかね。で子供が生まれたので、うん、まあ、それは一休みっていうことで、はいはい、今度はまたテーブルを始めたので、うん、もう今はこちら一本でやってます。そうか、ね、だからなんかエレガント感がいっぱい出てるんですね。そんなことないです。もういや人前に立てません。いえ何を言ってらっしゃる本当に言っててなんかもう寄生虫ってさってすごいエレガントな感じがするよねって言いながら、うん、やっぱりマナーを教えて明日からなんですね。でこういうあのコーディネートやっていきながら、はい、カラーのこととかもやっぱりもちろん勉強されるんですよ。あ、そうですね。やっぱりテーブルで私が一番大切にしてるのはカラーですね、うんうんうん、色使いなのでですよね。なので、はい、ね、さっきのね、あの、うん、テーマ決めてカラーがいて、うん、例えばこれが今ハロウィンはオレンジが主流とか、うんうん、オレンジ黒とか紫、うん、でクリスマスになったらやっぱりそうです ね、クリスマスカラーといえばグリーンと赤とかね、まあ、スタンダードのところに、ね、言えばそうですね。へえ、じゃあ、うん、そうですね、夏のイメージだったらまたブルーが入ったりとかですもん ね、 色もとっても大事だと思います。もうお皿とか相当あると思うんですけど。そうですね、お皿は本当にもう若い頃からもたくさん結構買い集めていまして、はい、で仕事にしたらさらに同じものを皆さんにお見せするわけにいかないので、うん、はい、もう本当にどんどん増えてます。ですよね、増えてますね、はい、どうするんですかそれ。どうしましょう全部お宝 で、 でもね、うん、何度か処分はしてるんですね。いや、そうなんですか。なんですけど、うん、処分してしまうとまた あれ捨てなければよかったなっていうのが。捨てちゃうんですか。捨てたりって、まあ、捨てたりとかあのお譲りしたりとか、はいはい、なんですけど、うん、やっぱりあった方が良かったかなっていうのも結構あったの で、うん、今はとりあえず撮ってます。ですよね、一番のお宝みたいなのってあります。一番のお宝、うん、そうですね、うん、一番お宝、例えばマイセンのなんとかとか。ああ、はい、あ、結構そういうマイセンとかヘレンドとか、うん、そういうブランドものはやっぱり好きで、うんうん、いろいろ持ってます。やっぱり。なんですけど、まあ お宝ではあるんですけど、使わないことには意味がないので、うん、そうですよね。私はしまっておくことはしないで、うんうん、やっぱり皆様にお見せしたり、はい、でおもてなししたりっていうことで使ってますね。はい、うん、なんかこうコーディネートするにあたって、うん、一番活躍の頻度の多いブランドみたいなのってあるんですか。ブランド、はい、はい、そうですね、私が、うん、やっぱりね一番白が基本なんですよね、うんうん、はい、うん、で白に始まりいろいろこう皆さん集められるんですけどね、うん、柄物とか花柄が好きな方とか、うん、モダンなのが好きな方いらっしゃるんですけど、うんうんうん、また最終的に白に戻ってくるっていう感じで、はいはいはい、やっぱり白が基本なので、うん、白は私はあのリチャード・ジノリのベッキー・ホワイトっていうシリーズで全部揃えてるんですね。すごい、うん、リチャード・ジノリってところ。あ、リチャード・ジノリでね、はい、私あの、うーん、そうですね、一気に買うと高いですけど、うん、でちょっと少しずつそうですね買い揃えていくって感じ で最近はの和物とか、うんうん、いろんなのが出てるのでベッキーをホワイトシリーズで、うん、楽しみですね。また楽しいですよね。それで一番使ってるのはそのお皿かもしれないですね。なんかね、うん、私もね、あのおばが 和食器にすごいこだわった時期があって、はい、あのすぐみんな隣に住んでたんで、うん、しょっちゅうみんなご飯一緒とかなんですけど、うん、あのやっぱそれこそ釜出しとかによく行って、うん、いろいろ買ってきてて、で
なんでこのお皿にこだわるようになったのって聞いたら、うん、私は実はとっても料理が下手くそでって、でもこのお皿におにぎり置くだけでもすごい美味しそうに見えるでしょって言われて、うん、あ見えるって言ったら、うん、こうさ、だからさ、やめられないのよねって言われたのをきっかけに自分も、うん、あそうだよねって、そんなにテクがないから、うんうん、お皿で行こうと思って。それは大きいと思います、ね、結構あのやっぱりあの、うん、内地にいる時は、うん、何だったっけ、あの茨城にあるやつ、名前が出て、益子焼きと焼き、はい、うん、もう一個あるじゃないですか、何でしょう、益子は栃木の方で、はい、茨城笠間焼き、あ笠間焼き、はい、はい、分かりますとかを、うん、釜出し、子供が生後2ヶ月ぐらいの時におんぶして見に行ったりとか、あと益子焼きのお皿を揃えてみたりとかやったんですけど、あのコーヒーカップとかはなぜか、あのなんだっけ、ウェッジウッドとか、あのあるじゃないですか、いろいろシリーズが、あのそれこそマイセンとか、そういうシリーズを凝ってるおばがいたんですよ。素敵。そうで、その人はお昼にお昼ご飯が終わった後に自分のお気に入りのカップでお茶を飲むっていうのが、あの唯一の贅沢な気がするっていうのがあって、そこにも影響されて、でいろいろ揃えて、で沖縄来た時にはやっぱりあの沖縄の食器が欲しいと思って、読谷行ったりとかいろいろこちょこちょやって、少しずつ少しずつ揃えていったのを、うちの母と同居したらガンガン割るんですよ。ああもう嫌だこの人とか思って、全部しまいに入って、あの今も100均のお皿が多いんですけど、みんなあごめん手が滑っちゃったとかって言って、えちょっと待ってとか言って、これ高かったのにみたいなのがあったんですけど、割れちゃうものですからね。ですよね、まあ、形あるものはねとか言いながら、それはしょうがないですけど、じゃあもうこれ料理の腕を磨けってことじゃないとか言いながらあれしてたけど、そうですね、だからまあでもお料理が上手な方はやっぱり少し、せっかく作ったお料理ですから、そうそう、素敵に盛り付けて、ね、素敵に演出していただくとより美味しく見えますし、うん、お料理が下手でどうしようっていう方はぜひちょっとコーディネートしていただくと美味しく見えます、ね、ですよね、はい、絶対これ重要と思いました。だからそうそう、おばのねその影響で、うん、そういうことかと、うん、でも結構ああいう焼き物って電子レンジ使っちゃダメとかあるじゃないですか。そうですね、はい、あの特に作家さんのものは難しいですね、扱いが、ビリビリとかひび割れちゃったりとか、うん、そうですね、でもいいです、もうこれからね、うん、徐々に徐々にこう、うん、和物だったらやっぱり読谷とか壺屋焼きとか、うん、そうですね、うん、ね、若い頃はあまり壺屋焼きとか、うん、なんていうんですか、やぼったい感じがして、うんうんうん、あまり好きじゃなくて、うんうん、で母が私東京いる時もいっぱい送ってくるんですね、はい、なんかもういい、もういいとか思ってたんですけど、はいはい、今は大好きです、やっぱり、うん、年とともに、うん、なんだろう、この味が分かってくるっていうんですか、素敵だ、なんか味わい深くて、そのうち自分で焼いちゃおうとかは思わない、あ作りたいですね、2、3枚自分で焼いたのがあります、うん、なのですごい愛着ありますけど、なんか本格的に陶芸教室とか通ってみたいなと思います、うん、いいですね、ね、いいですね、そう自分で焼いたお皿に、そうですね、自分でコーディネートしてお野菜乗せてみたいな、うんうん、本当は自分で、あのお庭でね、お野菜も自分で作りたいってやったら、ってやったらもうすごく素敵いいと思います。無理ですけど、私もこの間小松菜を栽培してみたんですけど、うん、いやいやそれでもダメだとか思いながら、で難しいですよね、作る、そうですよね、そこには無理ですけど、あ今豆乳、あ豆苗やってます、うん、豆苗あれ切っても伸びてくるやつですよね、そうそう4回目今、あすごい、なので3回でダメだ、はい、一応でも4回目になるとね細くてやっぱり多分栄養価はあまりないかなと思いますけど、やっぱね、やってみないとでも分かんないですもんね、なんか貝割れもあれなんでしょう、うん、切っても切っても出てくるって、そうですよね、でもちょっと掘っておくとすごい悪臭がするんです、あ本当ですか、あ水栽培気をつけて、ちゃんと、はい、お水を前にきれいに変えてあげないと、そういうことね、はい、いろいろやらないとね、でもあれもちょっと取ってこう飾りにとか使われ、毎日ご飯作られるんですか、朝はスムージーで、朝スムージーで、お昼はだいたい外で、はい、外で、で夜は今娘がいないんですね、はい、なのであの主人と2人、うんうん、で主人も外だったりするので、はい、そういう時は一人ぽっちで、はい、
簡単に済ませたり、はい、時間があったら遊んでます。いろいろこう盛り付けしたり、いいな、ちょっと遊んで写真撮影をしたり、はいはい、してますけど。でも先ほどの写真もみんなご自分で撮って、そうです、ああいう加工、うん、あのお名前が入ってますよね、パソコンに一回入れますよね、はいはい、で入れて、うん、でちょっとやっぱトリミングするんですね、はいはい、周りにいらないものが入っている部分は全部切り取って、はいはいはい、で文字入れてます、はい、まあ、でもすごく簡単なことではあるんですけど、うん、バッグにねごちゃごちゃって入ってるのと全然違うので、うん、ちょっとやっぱり、うん、ちょっとこれも一手間ですけど、うん、もうじゃああれですね、うん、もうお話を伺ってるとやっぱり何に対してもちょっとした手間を一手間かけてあげる、例えばもう何にもないテーブルにランチョンマットを1枚引くっていう手間をかけるとか、うん、そうですね、ちょっとね、お皿にあの、うん、お客様いらした時にカードを置いてあげるっていう手間をかけるとか、うん、そうですね、もう何に対してもじゃあ一手間一手間で実はすごいいいものに変わってって、うんうん、だからもう大仕事をすると大変ですけど、うんうんうん、本当にちょっとだけですね、一手間ですね、で全然変わると思いますので、で自分も楽しんで、うんうん、でお客様とか家族とかお友達がそれを見て、うん、わーって喜んでくれるとか、うんうん、それがサプライズになったりするっていうのがまた楽しい、はい、ですよ ね、これでも嬉しい演出だと思いますよ、うん、もう名前書いてあるのもすごい感動だしね、うん、すごい先生あれが来てるよ、あの質問、そうそう質問じゃなくてね、何ですか、あれがなんだっけ、なんつんだっけこれ、うん、ツイッター、はい、あの意見を入れてくれてます、はい、途中参加になっちゃいましたって、あやこ先生素敵ですねって、ヨコさん耳がハロウィンになってると、あこれマリさんですね、ヨナハラマリさん、ヨナハラマリさん、はい、可愛い方がいるんですよ、はい、ちっちゃいお嬢ちゃんもちろんね、こうやって書き込んでくれると嬉しいですね、ありがとうございます。でも今日ね見るねっていう人すごい多くて、あ本当ですか、うん、見たい見たいとかってなんか動画に私自分が耐えられないと思って、なんで全然大丈夫ですよ大丈夫ですか、あ全然全然私とかあのなんかあの、うん、なんだっけな、なんかのテレビ番組に出てくる、うん、なんとかにゃんとかいう人に、可愛いすごく、本当ですか、犬につけたかったんだけど、うん、犬どこ行っちゃったんだそうかそうか、可愛いワンちゃん、すごいですね、まあちょっと、うん、まあテーマは一手間かけると、うん、でもそうすると女プリが上がるような気がするので、うん、ちょっとしたことでね、うん、子供も喜びますもんね、はい、スタート思います、はい、じゃあ自分のお子さんがすごい喜んだ思い出とかってあります、うん、やっぱりちっちゃい時から、うん、それこそハロウィンパーティー、うん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 、ちっちゃい子たちいっぱいお招きして、うん、でみんな仮装して、うん、で一品持ち寄りしたりとか、うんうん、うん、なので写真はいっぱい残ってますね、楽しそう、すごくいい思い出になったと思います、うん、お誕生会とか、うん、クリスマスとか、うんうん、あの皆さんお呼びするのすごく楽しかったですね、いいな、で、うん、やっぱり子供の何よりもこの、うん、いい思い出になってくれたらいいなって思って、うん、でも娘は全く興味ないです、興味ないっていうかあんまり、あのテーブルちょっと綺麗にしてって言っても、うん、あんまりなんですけど、うん、きっとどこかでやりますよ、うん、あのインプットはされてるかなと思いますので、やってくれる人が今いるから、うん、だと思う。そうですね、うん、これいなかったら憧れて自分でやろうとしたりもあるんでしょうけど、うん、でもずっとそれが当たり前のように育ってきてる人は絶対自分でやるようになった時が、うん、それを手間をかけるっていうのが当たり前になってくるので、うん、親からこう譲り受ける知らぬ間に身についてるものだったりとか、そうであってほしいなと、うん、思いますけど、そう信じましょう、はい、うちの娘は全然ダメです、あの何にもできませんでもうちも何もできません、だからね、なんかこう、はい、いろいろね、まあ、何かがどこかで伝わってるんだとは思いますけど、うん、いいですねという、大木先生のレッスンを、うん、まあ、受けたいなっていう場合には、うん、どうしたら受けることができるんですか、そうですね、うん、今月はですねもう決まっていて、うん、はい、単発で受けられるものはないんですけども、はい、あでもタイムスカルチャーとかでしたら、はいはいはい、まあ本当は3回コースで今やってるんですけど、はい、今月は何日だったかな、10月の20カレンダーあります、ないですねごめんなさい、第4火曜日かな、第4火曜日、はい、
ごめんなさい、二十何日だったと思います。わかんない。でもしあれでしたら、うん、1回だけの、あ、1回だけ受講でも OK です。これ申し込みたいですって言ったら、まあ、タイムスにお電話、タイムスカルチャーにお電話していただければ、はいはいはい、大丈夫です。あの新しいタイムスビルでやってるんですか、うん、そうです、タイムスカルチャー、はい、の5階でやってます。なので、はい、1回ポッキリでも大丈夫ですし、10月の第4週目でしたっけな、3週目だったかな、ちょっと二十何日の火曜日ですね、火曜日4週目だったと思います。4週目の火曜日ですね、それは、はい、単発でも受ければ、もしよろしければ、はい、来月とかテーマはですね、テーマはカラーの勉強プラス、はい、コーディネートで、はい、カラーの勉強、テーブルカラーコーディネートなので、ぜひいいですね、テーブルで、はい、どんな、効果があるかっていう、うんうん、やっぱり食べ物も色ですよね、うんうん、ですよね、そっか、そういうことを、はい、テーマにしてますので、うん、で来月はもう11月なので、うん、クリスマスのテーマ、あ、もう11月にクリスマスの勉強、はい、1ヶ月前倒しになりますので、楽しそう、でももう11月あたりは単発でいろんなとこで、まあ、クリスマスお正月は結構皆さんいらっしゃるので、うん、いろいろやりたいと思います。で12月のね、あ、5日に、うん、12月5日の、はい、木曜日に、うん、12月5日木曜日、木曜日ですね、12時から2時、はい、お昼ですね、お昼です、ハーバービューホテルのアイランドブリーズというこの会場で、はい、クリスマスなんですけれども、うん、ちょっとスペシャル、パーティーみたいな感じ で、うん、ですごいイケメンのフルーティストの戸口圭さんっていらっしゃるんですけど、彼を、お招きしてミニコンサートプラス、うん、ですね、沖縄の工芸品を使ったクリスマステーブル、すごい、はい、沖縄の工芸品って素晴らしいものがいっぱいあるんですね。ね、この間おっしゃってました、ね、はい、最近いろいろとこう携わることがありまして、はい、でもう本当に私もうちなんちですけれども、はい、こんなに素敵な素晴らしいものがあるんだなってことで、うんうん、これはもちろん東京に持ってって東京で、ね、お披露目するのもいいんですけど、うん、地元の方にねもっと見ていただきたいなって、うん、やっぱりね、沖縄のものは沖縄の方にまずは見ていただきたいなっていうこともありまして、うん、12月5日ですね、はい、に企画しております。でちょうどもう私もグラッチェオという名前でお仕事始めて10年になりますので、はい、わー素晴らしい、おめでとうございます、はい、なのでまあ10年記念、うん、ということもありますし、私半世紀なんですね、はい、12月で半世紀を迎えるので、まあ、いろんなことが重なりまして、うん、ちょっと素敵なパーティーをしたいなと思ってます。素晴らしい、はい、ちょっとこれ参加するにはどうしたら、そうですね、うん、ハーバービューかもしくは、私とフェイスブックつながっていらっしゃる方、はい、いらっしゃらない方でも、うん、グラッチャー の、うん、あのフェイスブックページありますよね、グラッチャーは食空間コーディネーターかな、なんかありますよね、私のフェイスブックがありますので、はい、そこにアクセスしていただいて、はい、お友達になっていただければ、リクエストいただければお友達になりますので、はい、ですって皆さんよろしくお願いします。これは素敵な企画だと思います、うん、ぜひランチいただきながらって感じなんですか、はい、うん、はい、テーブルもちょっと勉強しながら、はい、それから素敵な音楽も聴いていただいて、いやー素敵ですね、素敵な一年の締めくくりに、ね、なっていただければと思って。定員とかあるんですか、何名ぐらいっていう、一応ですね、うん、50人からマックスで70人だそうですね、そんなに入られる、はい、素晴らしい、50人から、はい、わかりました、じゃあ皆さんぜひはい、12月5日ですね、はい、またフェイスブックとあとブログでも、うん、告知いたしますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、という素敵な大木先生のお話と、うん、まあ、ひと手間かける、うん、美味しいものを美味しく食べる、ちょっと楽しくみんながハッピーになれるっていうテーブルコーディネート術のお勉強も兼ねての素敵なパーティーの企画もあるということで、うん、すごいですね今年はね、うん、素晴らしい、いい時にお話が聞けたと思います。ありがとうございます。あとなんか言い足りないこととかありますか。そうですね、うん、歌いたかったのよとか、歌いたかったですね、一曲実はジャズも歌ってらっしゃるんですよね。ジャズは、はい、今勉強してます、はい、なんかどっかで歌ったりするんですか。先生が歌ってる時に、はい、グーワでちょっと、はい、そのあたりとか、はい、
グーは。ナハジャズは出ないですか。ナハジャズ。あ、そう、そんな大それたのは無理ですけど。あ、ジャジャ。あの、はい。すごい、とても似合いそうなので。はい、あの、ストレス解消です。いいと思います。はい、歌も歌われて、はい、うん、素晴らしい。良かったです。うん、はい。もう1時間ですか。早いんですよ。ですね、あっという間なんですよ。本当ですね。ねえ、なんか、あと、あの、そうですね、大丈夫でしょう、ね、あとね、2月に、うん、毎年東京で、うん、テーブル、ウェア展っていうのがあるんですね、うん、だいたい9日間10日近くやってるんですけど、はい、それが、今年は2月の2日から9日ですかね、うん、はいはい、東京ドームでだいたい、お客様の動員数が30万人近く、すごい、すごいですね。そこで何やんですか、何やんですか。沖縄のブースができるんですね。へえ。ですので、うん、ぜひあの皆様東京に行かれる方、もしくはわざわざ足を運んでいただいてよろしいかと思います、ね。でも結構ユーストリームで東京の方も見てたりとかするので、うん、でいい機会だからね、行ける方はご参加されると、はい、ぜひよろしくお願いいたします。誰でも行けちゃうんですか。誰でも行けちゃいます。2月2日から、はい、来年ね、はい、行きたいな、行けるかな。多分きっと素敵なですね、ブースになると思いますので、でも何名か沖縄のこう有名な方が出られるんですか。あ、というか沖縄の焼き物ですとか、うん、琉球ガラスと漆器と、うん、それから、織物染め物を使って、沖縄がこんなに素晴らしいものがたくさんあるので、うん、その沖縄のオアシスを感じていただいて、うん、ぜひ沖縄に足を運んでいただきたいっていう、うん、そういう企画なんですけども、いいと思います。ぜひぜひ、ぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、じゃあちょっとここでね、うん、あの他の告知も入れておきたいと思います。今週の木曜日2時半からマーチーのマミーズクラブという子育てお母さんを中心としている情報を流している番組があるんですが、今回は、なんて言うんですか、ごめんね、ちゃんと読もうね、うん、子供と過ごす時間をさらに楽しく、そしてママ自身が少しでも心の余裕を持って過ごせるヒントを紹介する子育て応援インターネット番組、うん、マーチーのマミーズクラブ9回目が10月10日の木曜日午後2時半から、このクリックボイス沖縄ユーストリームチャンネルで生放送であります、うん、この番組も、ね、すごい面白くて、毎回いろんなゲストの方が週の、うんうん、マチコさんお会いしたことあります、ね、あります、はい、うん、そうそう、マッチも今日見てると思うんですけど、うん、あの彼女が中心となって、うん、まあ、今子育て真っ最中の彼女なんで、うん、気になることっていうのをこうピックアップしてくるんですけど、今回のゲストはあのソルナっていうねグループのボーカルでベビーダンスの講師をしてらっしゃる三浦美希さんが、抱っこ紐とスリングっていうのを使って赤ちゃんとパパママが一緒になって踊れてしまうというベビーダンスのご紹介っていうのをやるみたいです。で、産後ママのエクササイズにもなるので、妊娠期に増えすぎちゃった体重とか引き締めちゃいましょうっていうことで、はい、すごい。今回子育て支援センターで取材したマーチの印象は、ダンス後の赤ちゃんの表情が幸せオーラ全開で爆睡だったっていう、いいっすねこれね。いいですね。じゃあ、はい、私も孫ができたらまだもうちょっと先ですけど。まだまだ先ですけど。はい。で、ここで三浦美希さんの方にベビーダンスのあれこれを聞いてしまいましょうってことなんですが、うん、今ここでね美希さんへの質問も募集しておりますので、よかったらメールをこちらの方にお送りください。cvo@fb1997.com cvo@fb1997.com までお待ちしております。よろしくお願いします。今日もねゆうこの部屋あっという間で、実はねチュラボーテをね予定してたんですけど、あの急遽ゆうこの部屋で行ったんですが、また次回はあのチュラボーテの方にも来て、はい、みんなでワイワイ、その時はちゃんとここもセッティングしましょうね、はい、はい、なかなかこういつもいろんなものをこう置かなきゃいけない、うん、それでも実はカエルスタジオこんだけ広くなったので、うん、以前で横並びって感じだったんですよ、うん、では丸いテーブルになり、こんなグラスも置けるようになったので、ちょっとずつ変えていきたいとは思います、うん、はい、今日はいかがでしたでしょうか。あっという間の1時間だったんですけど、あっという間でしたね、本当に本当にね、はい、何話そうかとか言ってたんですけどね、本当に悩む間もなくみたいな、はい、はい、ありがとうございます。楽しかったです。よかったです。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。こう言ってね、いろんなね沖縄のあのちょっとずつ
ちょっとずついいところを出して、うん、あの本当に沖縄素晴らしい方がいっぱいいらっしゃるんで、うん、本当にそう思います、ね、うん、あの全世界に配信されてますから、はい、あ、はいはい、もうフランスのお嬢さん見てましたかねってところですね、ですね、いや見てないと思いますけどいいと思います、はい、というね、あのユーストリーム番組なんですが、どん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 本当に沖縄のいい方を徐々に徐々に紹介していきたいと思います、うん、今日もあの最後までねご視聴いただきありがとうございました。はい、また来、次回のゆうこの部屋なんですが、まあ気まぐれなので次この人っていう方が出てきたら急にやりますので、うん、よろしくお願いいたします。もうちょっとね、はい、あの沖先生関係で何名かお呼びしたい方がいらっしゃるので、うん、はい、皆様におつなぎいたしますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、わかりました。笑っていいともみたいになっていくと面白いですよね。あ、そうですね出ましていいと思って、ね、いいと思ってねやっていただきたいって感じなんですけど、はい、ということでした、はい、今日は本当にどうもありがとうございました。じゃあ最後にあの真ん中のカメラに向かって手を振ってください。はい、はい、皆さんどうもありがとうございます。早いよね終わる時は、うんうん